フースはインターネット上でのドメイン名 IP アドレスオートノマスシステム番号の所有者を検索するためのプロトコルデータベース検索を用い TCP ベースでクエリレスポンスを行うフース検索は伝統的にはコマンドラインインターフェースで使用されてきた現在では異なるデータベースを同時に検索するなど操作を 簡略化したウェブベースで利用できるようになっている。ウェブベースの Fuse クライアントは Fuse サーバに接続して検索を実行するために現在も Fuse プロトコルに頼っている。また、コマンドライン Fuse クライアントもシステム管理者によって今も幅広く使用されている。Fuse スシステムはシステム管理者が自分の管理下にない IP アドレスやドメイン名の 管理者と連絡を取るための、いわば電話帳のような役割を果たすことを目的として、始まった。クエリに対して返ってきた、レスポンスデータの使われ方は、利他的な用途や邪悪な用途に対処するために、進化してきた。フースには、ホーイスと呼ばれる姉妹プロトコル規格が存在する。フース情報を格納する方法は2種類に、分類できる。新レジストリ。 シックレジストリと呼ばれるが、ここでは、新モデルとシックモデルとして解説する。シックモデルでは、特定のレジストリ情報を1台のサーバにすべて、登録しておく。新モデルでは1台のフースサーバに、検索可能なすべての詳細データが登録してある、フースサーバ群の名前を登録しておく。通常は、シックモデルの方が一貫したデータとわずかながら早い、クエリを確実にする。 もしフースクライアントがクエリに対してレスポンスを返せなかった場合、エンドユーザーに対する結果の表示はわずかなものとなる。フースクライアントがレスポンスできる場合、登録者についての詳細な情報がすべて表示される。なお、フースプロトコルは新モデルとシックモデルを区別する方法を規格に含んでいない。登録情報を正確に格納するためには、ドメイン名を管理する。 レジストリ組織での変化を記録する必要がある。いくつかのトップレベルドメインは新モデルでフースを提供している。いくつかのレジストリ組織では顧客に対してデータのメンテナンスを提供している。他のレジストラはシックモデルでフースを提供している。なお、日本においては JPRS が主なドメイン名に関するレジストリ組織となり、フースも提供している。 IP アドレス及び AS 番号に関するフースは JPNIC が提供している wikipedia.org のフースクエリ結果を書きに示す。ドメイン ID D51687756 ローラーレジストラーフースサーバー whos.markmonitor.com i レジストラー url http://www.markmonitor.com。アップデーットデート、<ッ><ッ> Date, 2020年10月15日、t22 時29分57秒 z。クリエーションデート、2001年1月13日、t0 時12分14秒 z。レジストリー・エクスプイリーデート、2023年1月13日。 t0 時12分14秒 z. レジストラーレジストレーションエクスパーションデート。レジストラーマークマナターインク。レジストラー IANAID292。レジストラーアビューズコンタクトイーメール。アビューズコンデーンツ MARKMONITOR.com。レジストラーアビューズコンタクトフォーム。プラス1.2083895740。リセラー。 ドメインステータスクライアントディリトプローヒビテッド https コロンスラッシュスラッシュ icann.org スラッシュ epp クライアントディリトプロヒビテッドドメインステータスクライアントトラファープローヒビテッド https コロンスラッシュスラッシュ icann.org スラッシュ epp クライアントトラファープロヒビテッド、e、ドメインステータス クライオンチュープデイトプロヒビテッド https コロンスラッシュスラッシュ ICANN.org スラッシュ EPP クライオンチュープデイトプロヒビテッドレジストラントオーガニゼーションウィキメディアファンデーションインクレジストラントステートプロビンス CA レジストラントカントリー US ネームサーバー NS0 ウィキメディア ORG ネームサーバー、NS1、Wikimedia, ORG。ネームサーバー、NS2、Wikimedia, ORG。OR NSEC, アンサインドインターネットが、ARPENET 本体から独立したとき、すべての登録情報を取り扱った組織は、アメリカ国防総省の下部組織、国防高等研究計画局だけであった。登録手続きは、RFC920 で確立された。 フースは1980年代前半、ドメイン検索用に標準化され、ドメイン名や番号とそれに関する人員の登録を始めた。登録組織は一つしかなかったので、フースクエリサーバも一台に集中した。このことは、情報の検索を非常に簡単にした。初期のフースサーバは、非常に甘い実装で、ワイルドカード検索が可能であった。人名で、検索ができ、 登録されているすべてのドメイン管理者名を得ることができた。任意のキーワードで検索することもでき、そのキーワードを含むすべての情報を得ることもできた。個々の管理者の連絡先がわかるだけでなく、彼らが関係していたすべての領域を見ることができた。インターネットが商用利用されるようになってからは、複数のレジストラと非倫理的なスパム業者のために、 このような甘すぎる検索は利用できなくなった。1980年代、ARP ネットがインターネットに移行しつつ消えゆく間、ドメイン登録についての責任は DARPA に残されていた。UNET はドメイン登録サービスを提供し始めたが、それは単に DARPA の NIC に対する登録の代行業務に過ぎなかった。米国科学財団がサードパーティーとしてドメイン名の登録業務を 商用向きに開始した。1993年には NSF とネットワークソリューションズゼネラルアトミックス AT&T の契約の下インターニックが作られた。ゼネラルアトミックスの契約はパフォーマンス問題のために数年後にキャンセルされた。1999年12月1日 .com.net ORG の管理は ICANN に引き渡され。 これらのポピュラーなトップレベルドメインのフースサーバーは新モデルに切り替えられた。従来のフースクライアントはその時点で使用できなくなった。翌日には BW フースがコマンドラインクライアントとして公開された。1ヶ月後には同じプログラムをもとにウェブベースによるフース検索が可能となり、かつ拡張 TLD テーブルを管理できるようにした CGI となった。これは 結局、最新のフースクライアントのモデルになった。現在は1980年代初頭にあったよりも多くの TLD が生まれ、さらに多数の国名トップレベルドメインが存在する。これらはドメイン管理組織やレジストラの関係を複雑にし、特にインターネットの基盤整備については国際化の必要性が出てきた。こういった事情により、フースクエリで正しい結果を得るには、 どのフースサーバーがレジストリを管理しているのかを知っている必要がある。フース検索を横断的に行うツールとしてコマンドラインフースクライアントジャホーイスはドメイン名、ネットワークブロックとレジストリ組織の紐付けを登録、編集できるコンフィギュレーションファイルを備えている。2004年 IETF 委員会はドメイン名とネットワーク番号に関する 全く新しい検索情報の企画化策定に着手した。提案されたこの新企画の歌唱はクリスプという Linux コマンドラインでのフースクエリの連初機のフースサーバーへのアクセス方法はコマンドラインのみであった。ほとんどの場合 UNIX または UNIX 系の OS 上で動作した。フースクライアントソフトは開発当初から現在に至るまで オープンソースで供給されている。商業ベースのユニックスでは独自のフースクライアントが実装されている。一般的なフースコマンドラインクライアントはフースクエリのためどのサーバーに接続するかをオプションで選ぶことができ、デフォルトでどのサーバーに接続するかを変更するには再コンパイルで対処することになる。さらに別オプションとしてどのポートで接続するか、 デバッグ用データを表示するかどうか、再帰的紹介をするかしないかといったものがある。大部分の TCP、IP クライアントサーバーアプリケーションと同様、フースクライアントはユーザーの入力を待ち、接続先サーバに IP ソケットを開ける。フースプロトコルは適当なポートでクエリを送り、応答を待つ。そして、応答をユーザーに表示して終了するか、さらに入力を待つ。 フースプロトコルに関する詳細な情報は RFC で見つけることができる。GNU プロジェクトの j a h o e i s クライアントは他の多くのフースクライアントとは違い、フースクエリの紹介先を登録できるコンフィギュレーションファイルを持っている。この仕組みにより参照、再帰的紹介ロジックをソースコード外に出し、かつインターネットインフラの変更にも素早く追従できるという特色を持った。 フースサーバから来るデータのすべてがテキストである上に、プロトコルは性的なものであることから、グラフィカルという項目は誤解を招くかもしれない。フースサーバにはインタラクティブという言葉は当てはまらない。この節において、グラフィカルクライアントとは、グラフィカルユーザーインターフェースを備えた OS 上で動作するフースクライアントを指す。Windows で動作するポピュラーかつフリーなフースクライアントは、サム、 スペードパケッチの一部であって、ホットリンクが作られるようになっている。もう一つのポピュラーな Windows 用 f ースクライアントはアクティブフ f スである。このツールは f ースク q リと f ースホスト検索のための DNS 検索ロジックを組み合わせたもので、シックモデルと新モデルの両方に多用している。サムスペード同様、クエリ結果をホットリンクとして出力する。 ワールドワイドウェブの急速な発展によるウェブ上での情報の一般化、特にネットワークソリューション化線の緩みに伴い Web 経由でのフースクエリは一般的になりつつある。もっとも初期のウェブベースフースクライアントは単にインターフェースをウェブとしただけのコマンドラインフースクライアントに対するフロントエンドに過ぎず必要に応じて出力結果を整形するか消去するのみであった。 現状では、直接、フースクエリを入力し、表示のために成形された結果が得られるものが一般的である。多くは、レジストラによって提供されている。しかし、オープンソースクライアントも存在する。例えば GeekTools、フースプロキシなど。Web ベースクライアントの必要性は、コマンドラインフースクライアントが当初ユニックスと大型機にしかなく、Windows や m a c i n t o s h は、 フースクライアントを備えていなかったため、レジストラは潜在的顧客のためにフースデータベースへのアクセス手段を見つけなければならなかった。専用アプリケーションとしてのフースクライアントツールが各 OS に現存する今でも多くのエンドユーザーはウェブベースのフースを利用している。フースサーバーとともにパールで作られたフースクライアントが存在する。これらの多くは 現在のフースサーバーに対する全機能を備えているわけではない。またはあまり流通していない。しかし、AS 番号や登録者情報の検索には大いに役に立つ。スパマー対策にキャプチャーを利用する例もある。ありがとうございます。